走るね、走るね君。めっちゃ走る、痛い痛い痛い、めっちゃ走るなお前。はい、どうも、かみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、また初めからやるんですかって言われそうですけど、初めからやります。まあまあ、ちょっとね、5日目ぐらいまでですかね、やってみて、まあなんとなくね、最初の部分だけなんですけど、最初の序盤の方はなんとなくやり方が分かったんで、その、まあ、経験をもとにですね、もう一回やってみたいと思います。でですね、今回は、コンポパックを入れてあります。アンデッドレガシープラスコンポパックっていう感じなので、建物の方がね、要はバニラにない建物がどんどん追加されてると思うんで、ニューゲームでまたやってみたいと思います。でね、マップだけ作りました、もうすでに。これ時間かかるんで、マップ作るのに。マップ作るのにだいぶ時間かかるんでね、マップだけ先に作りました、もう。これだけ作ってあります。で、設定の方は、難易度1個上げてノマドにします。で、経験値の調整はもう300にします。これだいぶね、やっぱり、なんだろう、ゾンビもあんまり出てこないし、そうだね、ゾンビの量が少ないってのがあるかな。だからね、経験値があんまり入らないんで、ゲームステージがなかなか進まないんですよね。だから、5日ぐらいまでやっても、多分ゲームステージ30ぐらいまでしか行ってなかったと思うんだけど、ちょっとね、もうちょっと上げたい。進行速度。なので、まあ、経験値300にして、まあ、もうちょっと早めにゲームステージは進めばいいかなと。7日目ぐらいで50か60ぐらいまで行ってくれればいいかなと。行かないかな、そんなに。わかんないけど。まあ、それぐらいを目指してね、やっていこうと思います。で、この辺は一緒ですね。この辺は一緒です。もう触らないです。はい。エアドロップの表示だけオンにしてあります。はい。ということで、じゃあやっていきましょうか。はい。始まりましたね。なんかこう変わりましたね。あれか、日本語かもっと入れたからか。防災セットがメインメドレーない、インベントリー内にあるので、ああ、なるほどね。うん。ということで、まあ、やっていきましょう。コンティニュー。読めよって言われそうだけどね。これ入ってるんで、まあ、これもらうとこからいきましょうか。防災セットね。防災セットなんだ、これ。ああ、いいね、いいね、いいね。いいね。で、まあ、この辺は着用、着用、着用で、とりあえず、町を探しますか。うん。町ね。どっち行こうかな。どっち行こうかな、つったって。どっちも、ま、どっち行っていいかわかんない。こっち行きましょうか。こっち行きましょうか。うん。なんかね、鶏がいるね。ゴミ箱を漁りながら行くか。枝を集める。からじゃん。枝を集める。小石を集める。まあ、集めながら行きましょうかね。うん。ゴミ箱いっぱいあるね。あ、ブラスか。枝はね、枝、これが枝なんだよね、多分ね。これ枝で、あ、出ないよね。だよね、だよね。枝。小石。小石ね。初めてのツールなんだっけ斧だっけ、斧作れるんだっけ、いきなり。ゴミ箱いっぱいあるね、なんかね。接着剤結局使わなかったね。このね、枝はね、めっちゃ持ってた方がいいですよ。めっちゃ持ってた方がいいですよ。めっちゃ使うんでね。鳥の巣にも枝入ってんだね。それ気づかなかったわ。ただ、小石がないな。小石がないですね。小石はまあ、いつも言ってるけど、あったあった。運だからね、これね。あるときめっちゃあるからね。ないとき全然ないけど。道端には落ちてないね、今回はね。道端にも落ちてるときはめっちゃ落ちてるんですけどね。あ、あそこに落ちてるね、一個ね。先の方に。とりあえず、まあ森バイオームなんで、そんなに激しくはないでしょ。読み込んだね、今ね。ゾンビ出てくるかな。激しい地域ではないんでね。枝は取っとこう。はい、できた。石用のクラフトする。石用の、ね、クラフト。これでまあ、まあ石用のさえ作っときゃとりあえずなんとかなるでしょ。で、枝はちょっと相変わらずもらっとこう。枝いっぱいあるね、今回ね。あれ。で、
家あるな。あ、うさぎいるね、うさぎね。うさぎちゃん。素手でやるな、素手で。あ、ゾンビいるじゃん。ゾンビの子、まだできないの？できた？あ、できた。ゾンビいるじゃん、ゾンビ。ゾンビか。まあまあ、まだ倒さんでいいやろ。あ、木を集めるか。ちょっと動きすぎたか。あ、なんか前にソーラーパネルが見えるね。倒してみるか。なかなか死なないんだよね。ノマドだから余計死なないんじゃないか、なかなか。いで、今のは違うやろ。おかしいやろ、今の攻撃は。おい、よう。ゾンビだよう。どうした？一発殴れてたらまあいいか。木を集める、樹脂を集める。まあこれトンテンカンカンやるしかないんでね。時間かかるんだこれ。また。そしてね。気長にやりましょうか。あ、違う違う。これね、硬い木と柔らかい木があるんですよね。これ硬いな。硬い木はね、やめた方がいいですね。これ柔らかい。あんま変わんないな。あんま変わんないね。柔らかいの、まあ、ゾンビいるな。柔らかい木を倒した方が本当はいいんですけどね。これ時間かかるかな。結局切り倒さないと木が手に入らないんで、切り倒す、なんかね、ちっちゃい、柔らかい、小さめの木を倒した方が本当は得なんだけどね。なんかそこにゾンビがいたけど、こっち来るかな。あそこにいるけど。あ、気づいてないね。まだまだ反応はよろしくないみたいね。木を5個だから、大きめの木を倒したら一発で5個ぐらい手に入るのかな。その辺はちょっとね、あんまり試してないんで、注意して見てないんであれなんですけどね。待って、気づいた。石斧が壊れる。石斧が壊れちゃうわ、これ。右下のやつが、耐久値ですね。武器とか道具のね。見つかった？あ、見つかったね。お前これ下敷きにしてやろうか。ならないか。あ、これだ。壊れるんだよね、結構簡単にね。まあ直すのも簡単に直るんですけど、戦うしかないか、石斧で。ヘイスティーブ。おいスティーブ、スティーブ、まあまあ強いな、スティーブも。まあまあ強いな、お前。おいおい。坊主、おい坊主。よし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 。まあまあまあ、最初のうちはね、まだゾンビもそんなに激しくないんでね。走ってこられるとさすがに石斧だとね、ノックバックが弱いんで、きついんですけどね。棍棒だったらまだ、押し返せるんですけどね。棍棒作るまでちょっと待たなきゃいけないね。これギリギリじゃない。あ、ギリギリ、ギリギリだった。マジで。あ、木集まったね。ちょっと待って、もうね、壊れるわ、石斧が。石斧壊れる寸前だったわ。本当に。で、あとは？あと何？スクラップアイアンか。スクラップアイアンはちょっとな。ちょっとどっかの家に行かないと無理だな。これでも手に入るんだっけ？手に入らないよね、これ。あ、壊れた。なんだっけ？レイブンハーストじゃなくて、なんだっけ？レイブンハーストか。レイブンハーストはこれで鉄も取れるんだっけね。え、確かね。完全に石しか取れないね、これね。完全に石オンリーだな。まあ石はね、修理するのにいるんで、まあこれぐらい持ってきゃいいか。じゃあ、あのソーラーパネルの家行ってみようか。こっちにも家あるじゃん。こっちでいいわ。なんか、家いっぱいあるね。町だ、町あるわ。ちょっと鉄が欲しいんですけどね。あ、走らないでくれるかな、ちょっとね。走らないでくれるかな。落ち着け。お前スケーターゾンビだけど、スケート乗ってるとこ見たことないな。一回も。乗ってこられたら困るけどね。鉄の板かなんかね、あればね。あ、こればらせるんじゃない。これスクラップにすると何？8か。
まあ、これもバラすか。これで9か。30ってまあまあ多いね。30多くね。30多いぞ。そこら辺に鉄、あ、まだ誰かいんの？鉄のなんか、ねえ。いつまで俺に石斧で戦わせるんだ、お前たち。おい。石斧。石斧きついんだけどな。お、死ねえ、お前。おい。ポスト。ポスト倒すっていう手もあるね。わあ、ここ行ってみたいな。これ鉄じゃない？あ、違った。木だわ。木だった。ポストを倒すっていう手もあるよね、これね。まあね。これ鉄でしょ？違ったっけ？手に入らないけど。手に入らないね。壊さないと無理か。破壊しないと無理か。破壊しなきゃ手に入らない。ちょっとぐらい、ちょっとぐらいくれてもいいんだよね。5! うん。まあまあだな。あ、ここに鉄あるじゃん、これね。これこれ、こういうのだよね。前回もこういうトタン壊して、鉄をゲットしましたけど。あ、いいね、いいね、いいね。これいいね。ウサギがいる。この建物、こんなトタンの、あ、壊れちゃった。トタンのフェンスなんかあったっけ？おデブちゃん来た、おデブちゃん。おデブちゃん強いんだよね。おデブちゃんと一緒の、走るな、走るな、おい、走るな、走るな。おいおいおい、これ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 、これこれこれ。もう、もう、そんな名前だったんだな、お前。昔はなんか肥満ゾンビかなんか太ったゾンビかなんかそんな感じの名前だった。そんな感じの名称だったんですけどね。いつの間にかちゃんと名前がついたんですね。あとなんか、あと12個か。あ、ちょっと長いな。お、手に入ったね。来たぞ。一応壊しとこう。で、こっから作業場を作るか。作業場を作る前に、前にとか作る後でもいいけど、住むとこ決めたいですね。住むとこね。拠点をね。もうそんな何回も作業場作りたくないんで、できればもうここに住もうって決めて、そこに作業場を作りたいとこですけどね。そんなうまいこといかないか。そううまいこといかないかな。教会でしょ。教会があって、どこがいいかな。ちゃんと平らな、やっぱりね、あの基本的に屋根に住みたい人なんで基本的に屋上に住みたい人なんでね、なんか屋根の平らなねところがあればいいんですけどね。あれ工場か。お、あ、これ工場だね。うわ、めっちゃ明るいじゃん、ここ。何めちゃめちゃ明るいね、あそこね。なんかいいとこないですかね。工場の方はちょっと後にして。あ、ここはなんか見たことあるね。ダークネスホールズで行きましたね、ここね。ダークネスホールズで行きましたね。で、ちょっとそんな大きくなく、これも、あれ？これとこれ同じ建物じゃないの？ねえ。同じ、あ、同じじゃねえ？これ。あ、違うか。いや、同じだよね。同じだよね。同じだね。同じだな。なんだこれ。なんだこれ。何これ。ここに住むか。ここに住むか。あ、待って、あそこになんか、あそこにいい感じのやつあるね。モンスター、ん？なんて書いてあるんだ？モンスターフレックスジム。あ、ジムか。これ上に上がれんじゃない？あ、上がれないかな？リーマンがいるけど。あー、外にスリーパーがいる。え、これ上がれないのかな？上に。あ、この建物ありましたね。ウィンターウィーンやってた時に家の近くにあったな。これね、埋まってたけど。おい、おっちゃん。
おい。おっちゃん。おっちゃん、ここの、すいません、ここの従業員の方ですか？ここに住みたいんですけど、ここに住みたいんですけどね。いいですかね。ちょっと、その従業員の方。その寝てる人もちょっと、一撃かよ。ここ行きましょうか。ここ住もうか。窓から入る感じ？あ、なんか外にいっぱいスリーパーいるな。ああ、壊れた。まあ、このモッドね、土地主張ブロックが、いきなり作れないんで、なかなか作れないんでね、外にスリーパー湧くと嫌だな。嫌だね。土地主張ブロック作るまでに、リスポーンしなきゃいいけどね。もう一人いたね、あそこにね。チアリーダーが。チアリーダーはね、足、あ、なんかいっぱいいるな。いっぱいいるな、スリーパー。マジか。ちょっと一個ずつやっていきましょうか。石斧で、石斧でやらせんなって話だけどね。おい、おい。当たんなかった、クソ。一撃食らわしたかったのに当たんなかった。お嬢さん。あ、誰か来たな。誰か来たな。お嬢さん。お嬢さん。お嬢さん、目玉飛び出しますよ。ん？まあ、あれか。まあ、あいつは無視しようか。あ、こっちにも、あ、待って、こっから上に行けんじゃん。いきなり。横から上に。ねえ。なあ、スケーターくん。スケーターくんに会うの3回目ぐらいだね。ねえ。あ、そんなに再会を喜ばなくてもいいじゃないか。そんなに喜ばなくても、そんなに橋駆け寄ってこなくても、何、うん、そんなに駆け寄ってこなくてもいいんじゃないか。じゃ、いっぱい人、あ、待って、フットボーラーいるじゃん。フットボーラーがいるじゃん。それはちょっとな、フットボーラーきついな。いきなり走るかな、あいつ。フットボーラーはちょっときついな。一応ね、ピストル持ってんだよね。こう最初にね、ピストル手に入るんですよね。リロードしておこう。ただ弱いんだよな、これ。これ弱っちいんだよね、この。走るかな？全力で走るかな、こいつ。走る？ねえ。走るね。走るね、君。めっちゃ走る。痛い。めっちゃ走るな、お前。めっちゃ走るやん。ちょ、死なねえやん、こいつ。めっちゃ走るな、お前、やっぱり。早い。早くないお前、走んの。ちょっと。ちょ、死ぬ。危ない。さすがに、石斧じゃきついもんがあるね。さすがに石斧きついわ。ちなみに、救急包帯とか持ってた。うん、まあ、ね、使っちゃうもん。で、あ、まあ、そ、またいるし、また寝てるし、誰か。ちょっと最初に行くにはここレベル高いかな。最初に制圧するにはちょっと若干レベル高いかもしんないな。せめてコンボないと無理か。せめてコンボが必要か。あ、壊れた。壊れんだよ。壊れんだよ、いい感じなとこで。やっぱ2個持ってないとダメだな、もう。これで戦うんならな。本当に困ったもってえな、これもな。もう一人いたね、なんかね。もう一人いましたね。マザーが。あ、まだいるな。おい。マザー？ヘイマザー？違う、ダーリンだった。マザーじゃなかった。ダーリンだった。ダーリン？ヘイダーリン？よいしょ。クローラーが、クローラーやたらいるな。クローラーやたらいるんだけどな。はい。ここにもいるな。ハイズリゾンビ。ハイズリゾンビ。
アイズリゾンビ。こいつあんまりいる意味ないんじゃないかと思うけどね。あ、パッドグローブ。パッドグローブ装着しようじゃないか。着用。まあこれいらないな。これもいらないな。よし。一周回ったかな。一周回りましたね。いきなり中に行っちまうか。どんな感じになってんのかな。ああ、ジムだね、本当にね。本気でジムですね。あれ、でも上に行けるわけじゃないのか。あ、ナースがいるね。ナース。ああ。ちょっと一旦外に出すか。みんな外に、おい、出てこい。よいしょ。出てこい、とりあえず。あれ、どこ行った、あいつ。あ、いた。ナース、おっそ。相変わらずナース、おっそ。ナース、いて、いて、いて。ナース、おっそ。全然出てこないじゃん。じゃあ、あんた、ノラでしょ。あんた、ノラ。あんた、ノラでしょ。ねえ、ノラぞ。いて。マジか、手長。手長いな、お前。こいつ手長いんだな。なかなかの攻撃レンジなんか、あ、チアリーダー来た？チアリーダー来やがったか。強いな。強いな、チアリーダー。やるな、お前。やるな。危ない。危ない。近い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 。ナースはもう死にそうなんで。死にそうでもないか。よう。あと何人ぐらいいんだろう。まだいっぱいいるかな。どこ行くのお前。あ、走んなよ。走んなって。よいしょ。よいしょ。ふう。ふうって感じだね。あ、向こうにも、あ、向こうにまだ2人ぐらい。あ、そこに坊主がいるな。1,2,3 結構いるね、まだね。どっちからおびき出すか、こっちからおびき出すか。よし、みんな来い。みんな来い。みんな出てこい。ん？出てこないな。こっちから来たかな？こっちから来たのかな？問う。足。足打って。膝言わすぞお前。膝言わすぞ。こいつ強いんだよね、棒はね。棒のくせにね。棒のくせに強いんだよね、こいつ。おい、棒。そこの棒。よっしゃ。棒の次はヨウだ。棒だ、ヨウだ。走んな、走んな。あ、やばい、やばい、やばい、死ぬ。走るな、走るな。走るんじゃない。まだ走ってる、あいつ。しつこい。あ、ちょっと待って、なんで地形がちょっと、地形がわけわかんなくなっちゃう。地形が。あ、こいつ強いな。しかもアイテム壊れた、マジか。壊れんだよ、感じの時に。はい、直して。ペインキラー飲んじゃうか。こいつが、あ、諦めたか。やっと諦めたか、お前走るの。やっと諦めたか。おい。ちょっと地形がちょっとデコボコしてて、やりにくいな。よっしゃ。よっしゃ。おい。はい。はい。またこいつか。こいつちょっと、こいつはちょっと置いとこうか。ちょっと置きに行こうか、こいつは。また走り出すとうざいんで。お前ノラじゃないのか？お前スリーパーじゃないやろ。スリーパーかな、こいつ。はい、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 と。よし。あと二人だ。あと二人。お前ちょっと出しゃばらないでくれるかな。はい、その地味走り。いいね、地味走り。地味走りいいね、その地味な。地味な走り方。
ちょ、お前邪魔だな。こいつ邪魔だな、マジで。デシャパルだよ、お前。お前じゃないんだよ、俺の相手は。俺の相手はお前じゃないんだ。こっちだ、こっちだ。俺の相手はこいつだ。よし。レベル上がりました。レベル3になりました。レベル3になった。よし。死ね。まだか。死ね。よっしゃ、オッケー。以上かな。はい、以上ですかね。うん。まだいる？もういないかな。あ、もういないね。あー、薬。さっきペインキラー使っちゃったんで。あ、それか。あ、まあまあまあ、でもビタミン剤は必要だね。あ、インテレクトするとか、インテレクト。ペットボトルは持ってないな。瓶だな。瓶じゃいけないよね、多分ね。瓶でいける？瓶じゃいけないような気がするけど。あ、いけないね、やっぱね。瓶じゃダメだな。ということで、1階は以上ですね。めっちゃテレビあるけどね。ここは空いてんのかな？空いてるわ。あー、リーマンいた。狭どこ行くのお前どこ行くのお前、いや、どこ行くのお前、ねえ、そういうアルゴリズムなの、そういうアルゴリズム、そういうアルゴリズムなんですかねえどういうアルゴリズムなの、走ってる、お前、ひょっとして。走ってるじゃん、お前。どういう制御だ。あ、いで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 。いで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 。手長いな。その位置から当たるのか。死んだか。ここにも誰かいる。あ、またリーマンがいるんだ。仲間を呼びに行ってたのか、お前。同じアルゴリズムなんや、それ。いや、こんなとこで戦いたくないな、この狭いとこで。ここにいたらどこに行くんだろう、あいつらは。あ、そこ壊すんか。そこ壊そうとするんや。いやいやいや、やべやべやべ、殴れ殴れ殴れ、殴れ殴れ。もう一人いるような気がするけどね。もう一人いるね、なんかね。こけ方、あ、トイレか、倒せるかな、倒せないか、ちょっと無理か、もう一発、よしよし、ん、お、これはこれ取れないんだ、ああ、個室ね、なんか外のやつ騒いでる、あ、こっちにもドアがあるんだ、なるほど、こっちにもドアがあるのか、やばいね、これ、これやばいね、勝手にこけてるけど、勝手にこけてるやついるけど、よっしゃ、あ、なんかいっぱいいるね、いっぱいおるやん、やばい、引っかかった引っかかった引っかかったこういうとこでやるの本当危険だよね、引っかかるからね、あ、壊れた、もう壊れんの早やっぱ開けてきちゃうかな、開けてこられても困るんだけどな開けてこられても困るんだけどな、あー、出てきたか、まあ出てきた方がいいな、出てきてくれた方がいいわ、全然、よっしゃ、以上、あ、以上ですかね、ここの扉があったけど多分壊しちゃったんだな、あ、広いぞ、あれ、あ、シャワーか、入れないじゃん、あ、ガラスがあるのか、ああ、そう、ガラスがあるからさっきのあれ取れなかったのか、カバンね、ガラスがあったからさっき、ガラスがあったからさっきのカバン取れなかったんだね、待って、ロッカー開いてる、ロッカー、まあいらないな、いらない。いらない。さっきのカバンだけ見に行こう。これか。これガラスがあるんだ。あ、そういうことや。ね。あ、スクラップチェストアーマー。
着用しましょうか。着用、これも着用できんじゃない、着用。これは多分なんか着てるよね、 T シャツかなんかね。あ、だよね。まあいいか、長袖にしとこうかな。あ、ここにもなんかロッカー。うん、まあタンクトップはいらないな。タンクトップ暑い地域に行くならねいいけどね。レジは空いた。椅子ちょっと、椅子バラすか。これバラすと鉄じゃない、あ、じゃあ革だった革だったわ、鉄かと思った。あー、いいねいいねいいね、飲み物いいね。あ、いいねいいね、飲み物ね、ゆっか、あ、いいね、これこれいいね、よしで、2階があるんだけども、2階があるんだけども、いきなり行っちゃっていいのかな、これ。下から上に上がれないんですね。あ、そういう感じ、こういう感じ。どうしようかね。なんか手怪我してるけどね、これね。これ使えるのかな。あ、疲れてる。疲れてるときはビタミン剤でしょ。あ、ちゃちゃ。とりあえずこれ飲むか。